おはようございます。釣り子 TV です。ただで最新のバスロッドを手に入れる方法ということで、まずはこちらをご覧ください。いいです。電池交換中すげえ。何の竿ですか？ビッグベイト用の竿です。アブカップ最高。ね。こんな。はい、というわけでね、先日、千葉県の亀山ダムで開催されたですね、ハブカップね。トキタボートで開催された、まあ、バス釣りの大会ですけども、そこに参加してきまして、これ見てくださいね。え、新品のね、これね、ビッグベイトロッドだと思うんですけども、じゃんけんでゲットすることができました。ということで、まあ、タイトルの答え合わせをするとね、釣り大会で、まあ、じゃんけん大会とかにね、積極的に参加すると、こんなチャンスが巡ってくるよっていうね、こういうことなんですけども、ただ今回のハブカップ、ね、めちゃくちゃ豪華で、1位からね、5位の人まで、バスロットね、最新式のスペルバウンドコアが選べちゃうっていうことで、で、真冬の大会ということもあって、1位の人でも、3匹で1キロ釣ってこなかったんじゃないかなっていうことで、まあ、例えばね、まあ、それが難しいところではあるんですけども、35センチぐらいのバスを2匹釣ってくることができればね、釣り竿がもらえちゃう。ね。まあそこにはね、自分はね、確か、9位かなんかだったかな、入れなかったんですけども、その後のね、じゃんけん大会でね、こういう感じの最新式のね、バスロッドが手に入ったんで、まあね、本当これから始まる、釣りフェスティバルとかね、そういうところでこうね、狙うっていうのも手ですけども、どうなんですかね、コロナ禍とかもあって、あんまりその大掛かりな、なんていうか、集まってじゃんけん大会みたいなのはまだそんなに行われないんじゃないかなとかね、そんな風に読んでおりますが、なのでまあこういう寒い時期ですけどね、その釣り大会とかに参加してそのじゃんけん大会を楽しむとかね、こんな、遊び方はいかがでしょうかということで、まあ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 、今回ね、せっかくこういう感じでね、綺麗な最新ロッドが手に入ったんで、これはですね、スペルバウンドコアというね、エンジンから出ているバスロッドの SCC63 ハーフ XH の ST っていうね、こういった竿なんですね。で、これを見ていくとですね、3オンスまで背負えるよっていうことで、2分の1から3オンスね。で、63っていうことでちょっと短めで、すごいね、ハードな、動画とかでね、説明を見てきたんですけども、ビッグベイトとかね、ジョイクロ178とかそういったサイズ感のビッグベイトとか、あとは、ハブプロの動画を見てきたところ、羽物なんかにね、すごいいい竿だよっていうことでね、それでずーっとテストを、してきて、でね、結構ね、最近ね、市場には登場した竿みたいですね。なのでまあ、最新式の、バスロッドということでね、タイトルをつけてみましたけども、まあ、スペルバウンドコアの特徴としてはここですね。レジットデザインが、作っているよってね、ここにね、こうサインも入ってるんですけども、作っているのは、まあ、レジットデザインで、で、それをね、エンジンのハブプロとかが暴走リザーバーとか、もう近年はもうなんか、全国いろんなところ回ってテストしてますよね。なんかね、暴走リザーバーってイメージが強かったんですけども、現在のスペルバウンドコアはもう本当全国津々浦々でテストして、そのご当地の釣りとかに特化したね、スペシャルなモデルとかが増えてきたなという印象なんですが、このね、63ハーフという竿に関しては、まあ暴走リザーバーとかで
そのいつもねバッチリ効くっていうことではないんですけども、あったらデカバスが狙えるね、羽物のパターンとか、あとはフロッグの釣りとか、そういったところの釣りで活躍してくれるような、そういったね、作り込みがなされているっていうことで、63の、まあ、ヘビーパワーのロッドにしては非常にこのグリップエンドまでがちょっと短めに設定されているね。だけどこっちの、ブランクスの方は非常にね、ヘビーなバットね、でソリッドティップも搭載して、特殊なね、結構特殊な、作りの竿なんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、動画の説明を見てきたところ、24トンっていうねよく曲がるカーボンにさらに、グラスをねちょっと混ぜ込んだ、結構キンキンの高感度ロッドっていうよりは、曲げて曲げてっていうね、そういう感じの仕様で作られている、竿みたいです。まあそれにソリッドティップをね組み合わせることによって、ちょっと見てみましょうか。はい、こっちがね、ティップ部分の方なんですけども、継ぎ目を見るとね、もうこの映ってるここら辺で継いでるんじゃないかな。ここでねブランクスの、仕様がちょっと変わるんで、結構先端気味のところからソリッドティップに入っていて、結構ハードなねソリッドティップが搭載されてますね。先端の方にね、こっから先のところにソリッドティップがあって、まあ、ここのところでその初期がかりの良さっていうのを、担当して、でまあ無理のないベンドカーブでこの後ろの方に行くにつれてね、まあ多分これ肉厚なグラスとかも入っているようなバット部分だと思うんですけどもに仕事をさせる。で、結構ね動画でこれで45アップのバスとかをかけてる動画ねいっぱい上がってるんですけども、非常にね、短いんだけど素直にグイーンと曲がって、それで魚をね、亀山ダムで羽物とかで釣ってる動画がいっぱい出てたんですけども、釣っているなっていう印象で、でまあ細かいとこで言うと、そのソリッドティップになる1個後ろからダブルフットガイドですね、こうからダブルフットガイド、こっからバット側がね全部ダブルフットで、先端の方はこういうねシングルですね。で新素材の糸なんか使ってもね非常に、絡みづらそうなこういうトップガイドですね。いやー結構ねこの手の竿だと7フィート前後のね竿を自分でね、最近は作った竿とかでほとんどビッグベイトとか羽物とかねやってるんですけども、だいたいね7フィート前後で50グラムぐらいのが気持ちよく投げれるようなそんな印象のね、竿ばっかり、使っているので、こういう短め強め、なおかつソリッドティップっていうのはね使ったことがないんだ。いいですね。このなんだろう、結構この手の竿だとね新素材で使おうかななんて想像していたんで、このね本当新素材が自動的にね絡まりが解除されるようなそういったガイドが採用されているんではないかなと思います。何にしても今ね手元でこうやって持ってみているんですけども、非常にまあヘビーパワーな 100g 前後まで取り扱うよっていう竿にしてはめちゃくちゃ軽いね。24トンのカーボンにグラスをコンポジットしてるからもうちょっと持ち重り感が出るのかなと思ったんですけども、でグリップエンドもね結構こういう感じで短い感じなので、これねリールをつけたらバッチリ手元重心になるんじゃないかなね。非常に軽快に一日中、投げ続けても疲れないようなそんな、仕様になっているんではないかななんていう風にね、まあ今持っているだけなんですけども、ただそうですね、もう羽物とかに限らずね、ちょっと強めのルアー全般にすごいね使いやすいよっていう竿みたいなんで、冬場の時期からねちょっと短めのこういった竿で、まあ、ジャークベイトであるとか、あとはミドルサイズのスイムベイトであるとか、そういったところをパシパシ投げるのにね早速使ってみようかなってね。
まあ、スペルバウンドもね、どんどんなんか、いろんな機種が出てきているんで追いかけきれていないんですけども、こういったライトリグだけじゃなくてね、ビッグベイトとかそういったところに特化したね潮の竿もねだいぶ増えてきたんだななんていうね改めて、感じております。またね、釣りフェスティバルも始まるんで、あのコンクルージョンの竿なんかもねエンジンブースにあるはずなんで、ちょっとエンジンもね追いかけてみたいななんていうふうに思うんですけども、まあ久しぶりにねじゃんけん大会で勝てたなーって、いつの間にかね気がついたら勝っていたんですけども、ただね本当レジットデザインのオーナーズミーティングであるとか、まああとハブカップであるとか、結構ね亀山ダムの釣り大会とかね覗いてると大概ね、そんないい商品出るのっていうね商品がじゃんけん大会でねボコボコ出てくるんで、大概まあ、なんだろう、参加した時点で、その、今回もね、参加賞と、あと、まあ、一人一個ぐらいはね、必ずルアーがもらえたんで、そこでまあ、大体、参加賞のところはね、元が取れちゃう。ね。そんで、最後のじゃんけん大会とかで勝てば、まあ、この時はね、66人ぐらい参加っていうことだったんで、まあ、66分の1ぐらいの確率でね、でも、まあ、竿は、すごい7、8本出てたかな商品でね、もうね何人かに1本は竿もらえちゃうんじゃないかなっていうね、そんな状況だったので、まあハブカップに関してはね、次はいつ開催するかわからないなっていうふうにハブくん、言っておりましたが、ただね、あの暴走カエルパーティーであるとか、あとはエンジン主催のザ・ストロンゲストとかね、そういった釣り大会がトキタボートではねどんどんね、行われるので、まあ、そこで、いろいろなね、またこういったチャンスが巡ってくると思うので、そういうやっぱね釣りメーカー主催のね、釣り大会なんかね、まあ、せっかくどうせね週末で釣りに行くんだったら、参加して楽しんじゃうのも手じゃないかななんていうふうに思います。あとはね、まあ、この後開催される釣りフェスティバルとか、まあそういったところでね、レアなルアーとかね、釣り道具とかを、ゲットできちゃうかもね、そういうのも楽しみですよね。はい、というわけで本日の動画はこちら、千葉県亀山ダム時田ボートで開催された、ハブカップに参加したところじゃんけん大会で、ただでこんないい竿が手に入っちゃったぜってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。